ったくあなたたちはお菓子を騙し取ろうだなんて一体何を考えているのですか。いや、騙すなんてそんなつもりは。ドッキリ的なそんな感じで。どんなつもりだろうがやろうとしたことは許されません。はい、すみません。地下にも呆れますが、ルビー、あなたまで一緒になってどういうつもりですか。ごめんなさい、ルビー、スイートポテト欲しいって思っちゃったんです。ミューズの皆さんのためのお菓子なのに、ごめんなさい。まあ、ルビーがこんないたずらに自分から協力するとは思えませんからね。大方、地下にそそのかされたのでしょう。ねえ、海ちゃんひどいよ。お黙りなさい。はい、すみません。海ちゃん、もうそこまでにしてあげようよ。二人とも反省してるみたいだしね。そうだよね。はい。はい。あら、それにお菓子だって無事だったんだから。いいえ、甘やかしてはいけません。そもそもエマ、あなただって騙されてたんですよ。わかっていますか。それは、うん、わかってるけど。ダメなものはダメとその場で厳しく教えるべきなんです。ほだされて手加減しては本人のためにもなりません。それにルビーはともかく、チカは本当に反省しているのでしょうか。さっきずいぶん元気な返事をしていましたが。そんなことないよ、悪かったってちゃんと思ってるよ。申し訳なさそうな顔をしたって私はごまかされませんよ。だいたいあのお菓子は。あ、いたリン。チカさん、ルビーちゃん、探したにゃ。探した。ルビーちゃん